こんにちは、トムヤです。今回は J リーグ第17節、サガン鳥栖戦の勝敗予想をしていきたいと思います。ということで今回勝敗予想なんですけど、一人で動画を撮っています。もう一人岡村祐希、携帯の不調により連絡が2日間取れていないと。でパソコンのメールの方にもなぜか知らないけどメールが届かず連絡が取れない状況でございます。この場合ですね、彼には申し訳ないですが不戦勝ということで、僕がドンピシャの場合彼が2000円くらってもらおうかなと思いますので、当てに行きたいと思います。ということでまずスタメン予想の方なんですけど、あ、ちょっとずれようかな、またはい、キーパーは菅野選手で、バック右から田中俊太選手、第8先生、左はまあ福森選手でしょう、で中盤右から金子選手、新野選手、前回決勝点のアシストをした宮澤選手で、菅選手、シャドウに浅野選手と駒井選手で、フォワード小頭選手で僕は予想していこうかなと思います。で現在ですね、撮影してるのが木曜日で、昨日天皇杯もありまして、そっちもしっかり勝ってくれたということで、この調子で鳥栖戦も勝ってほしいということで、今回僕の予想は3-1、コンサドーレ勝利します。おめでとうございます。というのも、ここでね、対戦成績の方も踏まえてちょっとこの予想をお話ししていきたいんですが、対戦成績でいくと24勝12分け21敗で、ホーム戦が10勝7分け11敗、アウェー戦が14勝5分け10敗となっておりまして、若干アウェーの方が勝ちが多いのと、トータルで見ても勝ち越してるので、コンサドーレがまず勝つてもおかしくないんじゃないかなというところで、トスとやるときはルヴァンカップも結構多分2022年とかも同じグループだったと思うんですけど、結構3-2-0とか3-1-4-1っていう試合も多いです。で、過去の対戦成績を見ても結構1-0っていう試合よりかは複数得点が今度は取れるような試合が多いのかなということで、今回3-1予想していきます。得点者でいきますと、僕の予想は菅選手、金子選手、ここは結構調子いいですから両ウィングで得点取ってほしいなというのと、また浅野選手ですね、これは得点を狙おうよっていう部分と、調子いいんでね、なんて頑張っていただきたいなと思います。昨日ですね、バルセロナ対ヴィッセル神戸試合が行われまして、昨日じゃないですね、例えば2日前行われまして、結果2-0、こちらも面白いゲームだったんじゃないでしょうか。ちょっとハイライト的な部分でしか見れてないですし、ちょっと地上波やんなかったんでちょっとやると思ったんですけど、やっぱりちょっとね、格が違いましたね。 J リーグ周囲を相手にしてあれだけのパフォーマンス素晴らしいと思います。で僕ですね、チケットが当たればバイエルンとマンチェスターシティの試合も見に行きますし、できれば、その周辺の J リーグも見に行きたいなと思ってますので、何かいい情報があれば教えていただければ幸いです。お願いします。でもう前回ね、初めてコメントもいただきまして、前回の予想の時かな、本当に嬉しい限りでございます。で企画的なものもやってみればと言われたので、いずれね、近々何か考えてやって伸びれば継続して、ズタボロであれば、ちょっと考えると、その方向でいきたいと思います。ということでこの後はスクールがありますので、そちらもね頑張っていきたいなと思います。そして、このスクールに関してなんですけど、こちらの方もいろいろ皆様のおかげで運営できてますし、もっと足を運んで欲しいなと僕は思っているので、こちらの方もよろしくお願いします。説明欄に SNS 載っけてるので、こちらもフォローしてくれると嬉しいです。はい、ということで本日はこの辺で終わりにしたいと思います。打ち当てて2000円くらわせます。せーの、それでは。